谷町線は大阪府森口市の第二駅から大阪市内を経て大阪府八尾市の八尾南駅までを結ぶ大阪市高速電気軌道の路線正式名称は高速電気軌道第二号線と称し鉄道応用欄では二号線と記載されている駅番号を表す際に用いられる路線記号は T 大阪市中心部では沿線に官庁や 人の多い谷町筋の地下を走る。地上区間は、八尾南駅付近、約200メートルのみ。ラインカラーは、高層の今朝の色に由来する京紫。前述の通り2号線と称するが、開業順では、第二次世界大戦中の1942年に、最初の区間が開通した3号4つ橋線、1961年に、 最初の区間が開通した4号中央線より遅く4番目となっており、1967年から1983年にかけて開業している。中央区東部にある官庁街を通ることや天王寺区及び安倍の区の文京地区を通ることもあり、1日平均輸送辞任は約50万人と、大阪メトロでは未同筋線に次いで2番目に多い。 東梅田駅と梅田駅、西梅田駅の間を同一駅による乗り換えとみなせば、大阪メトロのすべての地下鉄路線との乗り換えが可能である。他の地下路線との交差部分は、天馬橋駅の京阪本線、京阪中之島線、南森町駅と、天神橋筋六丁目駅の境筋線、谷町四丁目駅の中央線や天王寺駅の御堂筋線を除き、 谷町線が上を通っている。大阪メトロの最長営業距離路線でもある。大日駅から、八尾南駅の手前までトンネルが連続しており、八尾南開業から長い間、日本の地下鉄トンネルとしては最長であった。現在では、都営地下鉄大江戸線、埼玉高速鉄道線、東京メトロ南北線、東急目黒線と名古屋市営地下鉄名城線。 名港線の開通により、日本で第4位である。関目田角の駅、四天王寺前、夕日が丘駅、駒川中野駅、切れ売り割駅などと他線区に比べ複合駅名が多い。昭和50年代の住居表示の大幅変更によって、路線がことごとく大技の境界線と一致するようになったためで、それ以降に開業した大日駅宮古島駅間と、 天王寺駅、青南駅間では顕著である。四天王寺前、夕日が丘駅では、観光名所を優先させるか地名を取るかで深刻な対立も起きた。なお、前社の二つの駅に関しては1997年になって、関目駅、四天王寺前駅からそれぞれ、関目高戸の駅、四天王寺前、夕日が丘駅に解消されたが、解消される前でも、 自動放送では福駅名だった高戸の夕日が丘も含めて案内されていた。御堂筋線同様、大阪市外の駅を起点、終点としている。谷町線は歴史的経緯により距離を示すキロポストの打ち方が以下の2区間で分かれている。運賃計算には東梅田駅天王寺駅間のキロ数が御堂筋線梅田駅天王寺駅間と 同じになるよう調整された営業キロに対応する、区数を用いる。谷町線で天神橋筋六丁目駅、南森町駅間を含む区間を乗り通す場合、普通運賃は営業キロの短い境筋線、大木町経由で計算するが、定期運賃は東梅田経由の営業キロで計算するため、普通運賃と定期運賃の区数が一致しないことがある。日中は、 大日駅青南駅間の運行に統一されている。平日の朝夕ラッシュ時には、宮古島駅分の里駅、切れ売り割駅間の運行の列車もある。分の里駅、切れ売り割駅は、大日発の他に、森口発、宮古島駅は超原発がある。これは、車両基地の配線の関係で、 車両基地所在駅の自駅より営業するもので、御堂筋線でも、車両基地所在駅の隣駅である新金岡市発の列車で見られる運行形態だが、御堂筋線には、新金岡駅の列車があるのとは異なり、谷町線には、森口駅、長原駅を行き先とする列車はない。また、宮古島発八尾南駅、切れ売り割り、 文の里発大日駅も数本ながら設定されている。休日ダイヤは終日、大日駅青南駅間の運行に統一されているが、朝に、大日発切れ売り割り駅夜に、八尾南発宮古島駅が、それぞれ一本設定されている。長らく日中は、大日駅青南駅間の全線投資と、 宮古島駅分の里駅間の区間運転の2つの系統が運行され、両端部の第2次駅宮古島駅間と分の里駅青南駅間では毎時6本、途中の宮古島駅分の里駅間は毎時12本という本数であった。2017年3月25日のダイヤ改正により日中は区間運転が廃止され、全区間で毎時8本とされたが、 混雑が見られるようになったことから2020年3月14日のダイヤ改正により全区間で増発し毎時10本となった。改正前の宮古島駅分の里駅間の日中毎時12本という運行本数は当時の大阪市営地下鉄の中では御堂筋線に次いで2番目に多く境筋線と同じ本数であった。一方で 大日駅宮古島駅間と文野里駅、八尾南駅間の日中毎時6本という運行本数は今里筋線とともに大阪市営地下鉄の中で最も少ない本数であった。都心を貫通し、また距離が長いことから以前から急行の運転も検討はされてはいるが、実現には至っていない。2003年12月15日から、 女性専用車両が設定されている。設定位置は編成中ほどの3号車で、平日ダイヤで初電から朝9時まで女性専用車両となる。9時を過ぎると解除される。女性専用車両には小学校6年生以下の児童、幼児や、心身に、障害のある男性も乗車できる。合計40編成240両が在籍する。 2011年には2 2系のリフレッシュ改造車が登場した。以後も順次改造されている。工場検査や管理班はミドースジ、未動筋線、四つ橋線とは異なるグループであり、定期検査は中央線の森の宮検査場で行われていた。そのためどちらかといえば車両面などでは、中央線との結びつきが強い。2006年には、 近鉄系班な線の延伸開業を控えて、当線の2 0系急編成との交換で、元大阪港、トランスポートシステム大津系を含む2 4系急編成が中央線から転属し2 2系に編入された。2016年より、定期検査は4つ橋線の緑木検車場で行われるようになり、谷町線の車両が中央線を経由して4つ。 橋線を走行することがある。また2018年には2 2系1編成が、リフレッシュ改造の際に23 2 3系2 3 6 5 6回となって4つ橋線に転属した。3 0系2 0 1 5年度決算における、経常収支は約58億円の黒字、営業収支は約67億円の黒字、営業係数が76.9である。 経常利益では、未動筋線に次いで2番目に大きい黒字である。また、2014年度の1日平均輸送人員は50万1598人で、未動筋線に次ぐ第2位の輸送人員を記録している。谷町線は1927年に建てられた当初の計画では、松山地筋を通過する予定であった。また、梅田付近において、 現在の東梅田駅を通らずに、御堂筋線梅田駅構内に乗り入れ、御堂筋線と四つ橋線が、同一ホームで乗り換えられる、大国町駅と同様の構造にする予定であった。梅田駅には、谷町専用のトンネルが掘られたものの、そこにつなぐためのトンネルで、落盤事故が起きるなど工事が難航したため、東梅田駅を通過する、現行ルートに計画が変更された。 梅田駅の谷町線トンネルは長らく放置されていたが、1989年に梅田駅の混雑解消のため御堂筋線、南木ホームに転用された。有水地帯でもあった上町大地生丹を通る道路線のトンネル工事によって、大阪の地下水脈は大きく変化し、天王寺七名水を、はじめ多くの大阪の名水が枯れてしまうという影響を及ぼした。 1970年に天神橋筋6丁目の谷町線地下鉄工事で大規模なガス爆発事故が発生、多数の死傷者を出し工事が大幅に遅れた。上記のキロ数は実キロ地下鉄の多くの区間は交通量の多い主要道路の地下を走っているのに、対し谷町線の一部区間には交通量もさほどなく道幅も狭い住宅地の中を 走っている区間がある。これには、谷町線の安倍の駅平野駅間が、南海平野線の安倍の駅平野駅間が担っていた、旅客輸送機能を継承したという経緯があり、鉄道事業者は異なるものの、路面電車であった南海平野線を高速鉄道化したものである。谷町線の安倍野駅平野駅間の各駅は、南海平野線の各駅に基づき設置された駅であり、 その駅名も、南海平野線の駅名を継承している。かつては、大日駅から北へ、不動13号京都森口線の地下を通り、淀川を渡り柱本方面から JR 京都線、高槻駅、阪急京都線高槻市駅付近まで、また八尾南駅から南へ、藤井寺市、富田林市方面まで延伸する計画があった。しかし、 1989年に、運輸政策審議会答申第10号で示されて、以来、全く建設の目途は、立っていない。この計画を実現するためには、市外区間が長くなることから、大阪府や、現地の、各自治体の協力が必要となり、また御堂筋線へ坂駅以北の北、大阪急行電鉄の事例のような、新たに、 第三セクターの鉄道会社を設立するなどの可能性がある。ただし、どちらも工事に莫大な費用が発生等の理由により、現在もこの延伸計画は一切白紙のままである。全駅大阪府に所在、ありがとうございます。